館館にある専門図書館市場情報や経営情報など機械情報産業分野を中心としたビジネス情報を提供している。ビジネス支援や産学館連携アドバイザーへの受付窓口として機械産業の発展に貢献している。1957年財団法人機械工業振興協会の資料部門として図書室が設置され、 寄贈図書700冊に加え海外資料等の収集に努めた。1964年機械工業振興協会が解散し、図書資料部は一般財団法人機械振興協会経済研究所情報資料部となり、1965年資料ガイドを創刊。その後、1966年機械工業振興会館へ移転。 1967年経済研究所資料室機械工業図書館となった。1970年図書館の運営について、明文化した基準として、機械工業図書館規定並びに、最速を制定し、運営の円滑化を図った。1995年 KSK データベースの構築を開始した。2011年、施設リニューアルと同時にビッグライブラリーと名称を、 変更した。ビッグとはビジネスインフォーメーションコモンズを意味する。機械産業を中心とした灰色文献、c d 合図などを提供している。資料は館内で自由に閲覧できるほか、受付カウンターで手続きすれば、電子情報、書庫収蔵資料を閲覧することができる。電話や E メールでのレファレンスも受け付けている。ライブラリー会員になれば、 資料の考え貸し出しができるほか、電子ライブラリーも提供できる。ありがとうございます。